でこちらポロサスをあの墨染め、日本の墨ですね。あ、墨染め、はい、商品紹介お願いします、はい、そうしました、はいはい、こちらブライドルのクロコの長財布になりますね、はい、で長財布の方はこのお腹の場所でセンター取りしてる、ね、センター取りですね、はい、で長財布必ずここのお腹で取るようにしてますの で、 でこの負の個体差はクロコによってありますけども、はい、こういった形にお腹のこの場所で製品を作っております。一番いい。で財布の中の構造ですけども、はい、こちら1、2、3、3段が2列になりまして6段カードで、こちらに大きいポケットが1つついてまして、でコインケース側にまたこちらも1、2、3段の2列で6枚カードが入りまして、合計で12枚ですね。でこちらお札入れで、ここにもカードポケット、あの隠しポケットみたいな形になってますね。でコインケースがこういった形でマチ付きのコインケースになります。はい、2つ折りの方はこういった喉の場所ですね。あ、尻尾の方じゃなくて喉を使ってるということですね、はい、ええ、はい、コインケースがこういった形で L 字に開きますので、はい、コインなんかがこう出し入れがかなりスムーズにしやすく、はい、容量もかなり入るかと思います。はい、カードですね。カードはこちらに1、2、3、4段入りまして、で、あとこちら2段隠しポケットみたいな形になってまして、はい、それの左右にあるという、ね。そうです。こちらも2段。はい、でそしてこちらがお札入れですね。はい、で十分ね、あの大きさ取ってますので、はい、お札もあの入れやすく出しやすい大きさにはなると思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、でこちらポロサスをあの墨染め、日本の墨ですね。あ、墨染め、はい、であの染めたクロコになります。で、あの白い部分がもともとのそのクロコの色っていうことですね。色ですかね。で、墨がどうしても染め張りが悪いので、はい、この染める工程をものすごく何度も繰り返しながらこの革は仕上がります。なるほど、はい、でこのクロコも使い込むうちにどんどんツヤになってきて、あの色落ちすることはまずないので、まずない、はい、で少しタンにも混ぜてるので少し茶色っぽくこういい経年変化が起きてきますね。でこちらのグイのカーフ、子牛の皮ですね、はい、を油をしっかりとなじませた皮になって、今ちょっとこう半ツヤ状態なんですけど、これがまた使っていくとどんどんツヤが増してかなり経年変化の早い味の出るカーフになる。で中の仕様はこういった形で、はい、ラウンドファスナーですね、はい、はい、でサイドにカードが6枚、はい、入りまして、で中の仕切りがこういった形に3箇所こう分かれてまして、はい、でここにも1枚カードが入れられるようになってますね、はい、でコインケースがこういった形で、はい、でこちらも裏面ですね、特面もしっかりと仕上げてますので破れることもないですし、長く愛用できるお財布になります。はい、で小さいタイプお財布になりますね、はい、でこういったあの小さいお財布を使う方ってあの入れるものもまあ多分少ないかと思うので、まあ、カードがここに2枚で、このお札の入るところに2枚、合計4枚入りますね。合計4枚ですね、はい、で小銭がこういった感じで入りまして、ここにお札、はい、こちらも中牛革でタンニンなめしの皮を使ってますのでいい味がどんどん出てきますね。
では店内の紹介をお願いします。はい、はい、そうですね、はい、時計もオリジナルで作ってまして、ムーブメントはセイコーのものになるんですけども、はい、この外のデザインですね、ベルトとかですね、はい、ベルトはそうです、うちの方で作ってまして、うちがいろんな革を扱ってますので、時計ポンドだとかなりオーダーされる方も多いですね。あ、オーダーされる方も多い、はい、例えば黒子でやりたい、はい、で黒子もこのブラウンがいい、でこちらガルーシャですね、はい、牛革だったりとか、はいはい、素材の革の袖が多いので、時計バンドだとカスタムがすごくしやすく、選ぶのも楽しいかと思うので、こちらはレディース用ということですね。こちらはレディース用ということですね、はい、でメンズ用は、はい、こっちか、はい、メンズ用の時計はこちら自動巻きになります。で私がカービングを行うので、レザーカービングをして、はい、こう1枚の革でもこう配色にしてみたりとか、でこちらも刻印打った後に純銀、銀を塗って色をつけております。当然ベルトは黒子でも OK ってですね、はい、黒子はこっちにある。黒子もそうですね、こちらこれ墨染めの、でこちらヌメの、ヌメ、はい、黒子になりますね。どんどん使っていくといい経年変化が起きてきますね。こちらがアツレザーワークスで展開しているライダースになりますね。もうこちらはかなり 1.3 ミリとかの厚めの革を使って、でこういったところにレザーカービングをして、こちらも純銀で仕上げて、でこちらはヴィンテージに見えるんですけど、新品のわざとこう当たりを出しながら肘なんかも色を取って、着込んだ風なかっこいいですね、はい、ジャケットになりますね。こちらもさらに着込んでいくとどんどんいい味になっていくので、変化も楽しいですし、いい味になっていきますね。ちなみにこっちおいくらですか。はい、こちらだと30万ちょっとですね。すいません、今ちょっと名札がついてなかったんでごめんなさい。こういったベルト両サイドにレザーカービングして、こういったところにも全て手で彫刻して、その後に純銀を入れ込んで色をつけてるというレザージャケットになります。はい、はい。